さあ皆さんご機嫌いかがですか。今日はこういった格好で失礼をしております。実はここはですね、大相撲の末席なんですね。両国国技館に今日はやってきております。題しましてですね、国技館長寿展マンデーナイトセンセーション。この国技館で流暢な英語を使っていいのかというような感じがしますですけどね、ちょっと間違いな感じがありますが、熱戦の模様をお伝えしたいとこういうふうに思っております。とにかく大相撲じゃなくて今日は国技館でプロレスでございますね。このあたりが面白いと思います。さて解説をおなじみの宮本久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあっという間に今年1年が過ぎようとしてますけどね、いかがですか改めて。そうですね、今年は、女子のですね、グランドチャンピオンの座がですね、アジアからトヨタ、そしてトヨタからアジア、そしてアジアからダイナマイト関西にですね、大きくベルトが動きまして、今日はそのトヨタ選手もですね、JWB のダイナマイト関西に、ベルトの奪回戦を挑むというですね、全場の、名誉をかけてですね、大きな試合になりますね。そういった、緊張した雰囲気なんですけども、私のこちら側久々2人が揃いましたね。三宅アナウンサー、そうそうそう、ワールドカップご苦労でしたね。手に汗握りましたよ、大成功。今日はちょっと頭を切り替えるのが大変だという感じ。スパイクなんて言わないでね今日はね、頼むよ。今日はですね、ビッグマッチということで、豪華なゲストをお二人お呼び出しております。はい、どうぞ。よっ、ビッグゲスト、ビッグゲスト、文字通り派手だね、相変わらず。ビッグなゲストということで、ダンプ松本さんと石垣律子さんにお越しになりました。よろしくお願いします。最近ね、二人とも忙しそうですね。はい、止まっちゃいました。西脇さんもね、アメリカで勉強してきて帰ってきました。ちゃんと綺麗になってね。両国っていうのはダンプさんは、自分は長谷千草と、ここでした、土俵入りは何か言っちゃいました。ぶっ飛ばしますよ。すいません、申し訳ございません。西脇さんはこの両国、両国は売店で働いてました。新人でしたね。そういうことは新人、見てましたし、一生懸命働いてました。今日注目の試合というか注目の選手をちょっと一人ずつ挙げてもらいたいと思います。そうですね、自分はレッツゴーミマタン、下田美誠さんを応援しています。なるほど。西脇選手、やっぱり同期の堀田北斗の試合は、楽しみにしてます。さあ、じゃあ今日のね、一つカードを改めて紹介してもらおうか。見どころ、今年の最終決戦ですからね、もう前場のこのタイトル総ざらいといいますか、6大タイトルマッチをね、その中でも大注目はなんといっても 3WA のシングル、ダイナマイト関西にトヨタ真奈美が挑戦と。前場の至宝をね、トヨタが取り返すことができるかどうか、そこにこれ注目の一戦ですね。そうですね、私たちはコーナーに登場してこう塩を撒いたりしないんだろうな。そんなことなかったら、すいません、座布団1枚取ってください。そうですか。ドコモの携帯電話がまたも大幅値下げ。お申し込み費用がなんと5500円から。月々の使用料もこんなにお安く、比べればドコモの携帯電話。いつまでもテレビ見てんじゃねえよ。今何時だと思ってんだよ。もうピザーラ終わっちゃったじゃねえかよ。どうすんだよ。俺は毎月20枚は食べてるぜ。みんな持ってるからっていうのは逆効果なんだよな。ママにはね、パパは味方に巻き込めると思った。でもママを孤立させるのはつけたいね、できるだけ。メリークリスマス、行くぜ200万台。プレイステーション。気になるビタミン、ミネラルをいつでもどこでも身につける、それはそれはとってもサプリメントの発想です。あら、おいしい。サプリメント、新発想。ベタープレスだけだ。ぐるりと末席に囲まれました両国国技館、青白くリングが浮かび上がっております。これから全日本選手権試合が行われます。まずは青コーナーから挑戦者ということになります。全日本のタッグのベルトを返上いたしました、シャパリータ・アサリが入場してまいりました。11月の19日から23日の間、アメリカの WWF 遠征を経験いたしました。その
遠征を糧にこのリングに戻ってまいりました、チャパリータ・アサリ。さあ入場曲が変わりまして、今度はぼーっと赤く中央にリングが浮かび上がりました。チャレンジャーのチャパリータ・アサリが待ち受けますリング、これからチャンピオンの渡辺智子がやってまいります。今回が初の防衛戦ということになりました。さあ全日本選手権試合、チャンピオンの渡辺智子は駆け足だ、一直線にリングの方にあっという間にやってきました。そしてこの階段も駆け上がって、ベルトはしっかりと腰に巻かれております。肩を回した渡辺智子、さあこれから30分の一本勝負、全日本選手権試合が行われますが、まずはチャンピオンの渡辺智子、チャレンジャーのチャパリータ・アサリの両方に花束の贈呈ということになります。そしてしっかりと腰に巻かれました黒いチャンピオンベルト、合掌をしてこのチャンピオンベルトを一旦返還いたします。チャンピオンの渡辺智子、この全日本のベルトの価値をキープするために私は戦うんだというふうに話しておりました。さあ国技館に輝くのはチャレンジャーのチャパリータ・アサリでしょうか。全日本のベルトを守れるか渡辺智子、笹崎克美レフリーがこの試合をレフリング務めます。さあ渡辺智子、宮本さん、はい、下馬評では当然渡辺の方が実力とも上だというふうに話されておりましたが、どんなふうにご覧になりますか。そうですね、まあ、力から言っても、今の気持ちのノリから言ってもね、やっぱり渡辺智子は今非常に充実してますからね。今年の後半にかけてこの渡辺智子の伸びっていうのは凄まじいものがありましたよね。本当ですね、その前はねちょっと元気なかったんですけどね、やはり気持ちがどこで切り替わったのかよく気にしないんですけども、このいわゆる関係者の間でも渡辺智子の評価というのはうなぎ登りでしたからね。高いですね、でやっぱりいつもの試合でもいいところに起用されてますよね。はい、で浅利選手の方はアメリカの WWF 遠征にしましてですね、そうですね、アジャコングの試合をしたんですけども、裏剣をですね顔面に食いまして、鼻をびこっと折ってるんですよね。何か2箇所折れていて、鼻がですね、ちょっと曲がってるんですよ確かに、はい、この試合終わると手術するそうですけども、はいはい、そういういろいろちょっと顔面が怖いなっていうね、そういうビハインドもありますね。チャパリータは以前顎をねやっぱり2箇所骨折したりと、本当に顔に隙がないな、そうですね、前顎ありましたね、ありましたよね、そういった、激しい技その中で戦っているわけで、あーっとその顔を打ちつけてしまった尾骨骨折のチャパリータ・アサリですけれども、これはたまりません。あーそのあたりは渡辺智子も分かっています。ダンプさん、はい、ダンプさんでもこれこんなことやりませんでしたよね、僕そういう風に見てたんですけど。やってましたよ。やってました、やってました、ダンプさんはすごかったですよ。あの自分今やってません私はなんて言ったのに、そしてまたその鼻を攻めている。やはりチャレンジャーチャパリータ・アサリとしては非常にこれは苦しい立場になります。顔攻められて少しは良い顔になるんじゃないですかね。いやいやいや、そういうもう生優しい状態ではないみたいですよ。完全に先ほどねちょっと控え室の方に行きましたけれども、鼻曲がってましたからね。曲がってますね、その中で、この試合の後に手術を行うということでしたけれども、あのアジャコングの裏剣で鼻を骨折してしまったというチャパリータ、今日はチャレンジャーというチャンスを得たわけですけれども、ちょっとその怪我の方が気になります。そこを攻めている渡辺智子、渡辺智子前にもこの全日本のベルトは巻いておりましたけれども、身軽ですね。今回巻きまして初の防衛戦、
あっとこの辺りもギロチンもものすごい勢いで食い込んでいきました。完全に顔を狙っています。さあそして足を取ってリング中央、カソリン回線、これは強烈、アサリの表情が一瞬にして険しくなりました。これだけ、まあ、前評判も当然渡部の方が高くて、そして当然防衛を今日はするんじゃないかというふうに言われているわけですけれども、そういった中で多少プレッシャーはありますというふうに話しておりました渡辺智子。この全日本のベルトの価値が最近ちょっと落ちてきてるんじゃないかというような話もね、宮本さんありまして、なんとかそれをキープして誰もが欲しいというベルトにしたいんだと話しておりました。そうですね、今なんて言いますか、層がですね、はい、やっぱり下の層っていうのは人数がやっぱりかつてに比べたら少ないですから ね、はい、そうですよね。そういう意味でやっぱり全日本のベルト争いっていうのも、まあそうですね、かつてよりはやっぱりちょっとレベル低下してるかなと思いますけどね、若手同士で争うようなね、そういう印象もあるわけですけれども。さあカウントが入る、ここはカウントは2、まだ余裕がある渡辺智子。しかしここはチャパリータが、さあロープに振ったが、ここはロープをうまく利用しようとした渡辺に対して、チャパリータもよく見ていた。そしてニュートラルコーナーに登った。さあここは何を見せるのか、そのまま飛んだ。まずは完璧に捉えました。さあそして場外で、さあそのまま振っていって、ああここでロンダーとカンガルーキック、なんと場外鉄柵を利用しました。ああここでもできるんですね、宮本さん。本来はリングを対角線に使いまして、見せるこのロンダーとカンガルーキックですけれども、もう一発か、いやこれは避けた。ここは二度とは食らいませんでした渡辺智子。しかしちょっとダメージが残っているか、天を仰いだ渡辺智子。チャパリータのダメージの方はどうか、後頭部を抑えて、ロンダードカンガルキック行った時にね、はい、ラリアートで待ってましたからね。あそうですか、たくさんの報道陣に囲まれまして、ちょっとその瞬間が見えなかったわけですが、ラリアットで応戦したという、そしてその肩をぐるぐると回します。どうだと言わんばかりの渡辺智子、チャンピオンの貫禄を見せつけております。さあカウントが12、13と進んでいきますが、まだリングの上に上がることができません。見かねて渡辺智子が無理やりにリングの方に戻します。この辺りもいつまで休んでるんだというような規約、ダンプさん、この渡辺が最近伸びてきたというのは、こういった規約を出せるようになったところなんだと思うんですけれどもね。ジャンプ力とか、体軽いですよね。はい、そうですね、割には、はい、なんかリズムの使い合いやってるっていう感じで。あっといきなりスカイスースタープレス、こんなところで出してきた。カウントはカウント2、うわー早い段階で出してきます。大技スカイツースタープレスを出しました。さあもう一度行くのか、もう一回行った、霧の海状態、これは自爆。先ほどから同じ技2発は食らいません、渡辺智子チャンピオン。後ろを取りました。ああこれは逆転の技に持っていきます。キャノンボールバスターに行こうかというところ、これは見切っていました。シャパリータ、アサリ低い体勢からのドロップキック、叩きつけておいて、もう一度、さあ今度は青コーナーに登るが、ここは渡辺が待っていた、そのまま投げっぱなし。ああこの表情、この表情、渡辺智子のこの表情です。ああラリアット、西脇さんじーっと先ほどからなんか見てらっしゃいますけど、渡辺選手が外人の男子のレスラーに見えますね。ああそれぐらい迫力がありますか。本当にすごい迫力があると思います。カウントは2、力をめきめきとつけてまいりました。体力そしてスピードも備わってまいりました。和製のルチャリブレを目指しているという渡辺智子。さあここは逆転技、カウント2、一瞬の隙を伺います。チャパリータ、アサリ、しかしまだ余裕があるか渡辺智子。ロープの反動を利用してラリアット、これをかわしたアサリ、もう一度いった、体がほとんど半回転、やっと一戦カウント3、決まった。
ラリアットで沈めました渡辺智子、全日本のベルト初防衛に成功いたしました。ガッツポーズ、そして手を仰いだ渡辺智子。山本さん、今はまあちょっと開けないような感じもしましたけれども、力でやはり上回ってました ね。あの非常に歯切れのいい動きでね、はい、やっぱりこの人の心身がね非常に充実してるなという試合でしたね。まだまだ何か長期政権が続きそうな感じがいたしますが、どうですかこの渡辺智子の戦い方は。いやもうこれがもう正解でしょう ね。今日もキャノンボールを出すまでもなかったですよね、はい、キャノンボールバスターは封印したまま渡辺智子ラリアットで見事に全日本のベルト初防衛に成功いたしました。あなたは見事初防衛に成功しました渡辺智子選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。圧倒的強さ。いやそうですね、ちょっと自分の考えが甘くって、うん、セリフあんなにスカイツリースタープレスとかね前向きのやつとか出してくると思わなかったんで、でもってラリアウトも上げられると思ってなかったんで、でもあの最後のラリアウトは会心でしたね。初めすかされたからどうしようと思ってたんですけど、とっさに出たのがラリアートだったんで、ありがたいです、このベルトの価値を、とにかく全日本のベルトの価値をということを言ってましたが、ね、改めて、ね、これ以上下げないように、自分がもっと、ね、高めていけるように、まだまだやっていきたいと思います、期待してます、はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございます。もっと走ろう。日赤ワーキレイガソリンならエンジンキレイ。日赤。ドラクエを超えるのはドラクエだけ。ドラゴンクエスト6幻の大地好評発売中。エニックス。選べてお得おまかせパック。引っ越しセンター出会いに D が少しだけ肌をきれいにするコラーゲンは髪にもいいんだよ。コラーゲンを入れてしまった贅沢なシャンプー VO5 ベースメイク新発売。髪もすべすべ。これから60分一本勝負、オールパシフィック選手権試合が行われます。テーマはリベンジ。前チャンピオン山田敏夫が現チャンピオンの堀田由美子に挑戦する、これはリターンマッチであります。ラインに触れ上がりました。この両国国技館、そのリングにゆっくりと今全チャンピオン、今回はチャレンジャーという立場になりました山田敏夫が向かっています。ピラミッドドライバーからの顔面キックで沈んだ山田、さあその借りを返す時がやってまいりました。今チャレンジャー山田敏夫入場です。赤くとなったリングを目指す現チャンピオンの堀田由美子です。タイトルへ挑戦する立場から今度は一点守る立場に、白いベルトがしっかりと肩にかかっています。この白いベルトの価値を高めるのが自分の仕事、試合前そういう風に語っていました堀田。ゆっくりと今この両国国技館のリング上に登場いたしました。
続きまして選手権の選手は本田選手にチャンピオンベルトの返還でございます。今堀田恵美子からチャンピオンベルトが返還されます。笹崎レフリーがそれを挑戦者の山田に掲げた後、満場のファンの方に向かって示しました。さあ両選手の紹介です。第4試合オールパシフィック選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者150分山田なるか、山田敏夫。山田が選手権としては180パーズ堀田恵美子、返り討ちにするか、現チャンピオン堀田恵美子。さあ宮本さん、はい、まあ、山田にとってはね、何としても借りを返さなきゃいけない試合になりますね。そうですね、まあ、9月の川崎大会でね、はい、山田が堀田にベルトを奪われまして、まあ、堀田にとっては本当初めてのシングルベルトだったわけですから ね、でやっぱりリマッチ、リターンマッチというのはね、お互いにすごくこう気持ち的にもね、負担がかかる試合ですよね。あ、なるほど。だからもうどっちもやっぱり負けられないというね、おわ、これはしかしこの気持ちがいきなり出ている。ローキックの打ち合いになったが、これは堀田の勝ち。そしてミドル顔面、前回はこの顔面キックでとどめを刺しました堀田恵美子。2人ともすごいですね、気合が入ってますね。ダンさんどうですか、はい、この2人の戦い。好きなんですよ、あのね、堀田選手 のキック見るとね、胸がスカッとするんですよね。あ、なるほどね、はい、男らしいですよね。以前受けたことはもちろんあるでしょ、堀田恵美子のキックってのは。いや、そうでもないですか。うん、今よりは迫力のないキックを受けます、ね、前はまだぷよぷよとか呼ばれてた頃ですもんね、堀田恵美子はね。さあそして同期生出てきましたよ、西脇さん、はい、いや今日試合前に話してて、今日はどんな感じ、うわ顔面、はい、打撃戦だって言ってました。打撃戦、あ、やっぱりその通りになってますね。自信はあると、自信はある、言ってました。あ、そうですか。で山田選手の別個で聞いたんですけど、打撃戦だと言ってましたね。やっぱりお互いもうこういう形の ね、試合になるっていうのはもう大体予想した通りというどうやら展開になっているようです。でも堀田も久しぶりに見るわけでしょ、はい、西脇さんもね、たくましくなりましたよ ね、すごく5年ぶりですか、じゃあということは試合見るの。いや、ちょこちょこは見てたんですけど、ね、あ、そうなんですか。ちゃんと見るのは5年ぶりですね。あ、全然感じが変わってきたでしょ。全然変わりましたね、すごく大きく見えますね、ダムさんが男らしいって言ってましたけども男らしいですね、ボレボレしちゃいます。本当にあの引き締まったね、キリッとした感じになってきました。さあ最初のこの序盤の攻防でありますが、いずれにしても打撃戦になることはどうやら間違いないようであります。さあタックルに行った、前回おっとっと、お、何かアルティミットのような形になっている、振り上げた右の拳、そこで止まりました。リング上、アルティミットももちろん経験している堀田ですから、ああいったらファイト、ストリートファイトになっても大丈夫だが、何か宮本さんね、堀田は山田はちょっとこの間元気がなかったんじゃないかなというようなことをちらっと言ったんですけれども、はい、前回のその川崎の時ですね、はい、そういうような感じはあったんでしょうかね。山田選手やっぱ今年に入ってあんまり、まあ、怪我もしたりしましたけども、なんとなく悪いっていうことはないんですけども、なんか全体的にはちょっと低調でしたよね。そうですね、はい、おっと、やっぱりこうなんていうんですかね、もっともっと闘志を表に出したね戦いをこれを見せてもらいたいと思うんですが、この山田、やっぱり勝って輝いてた頃のね、この山田どこを使うんだろうなって気がしますね。ひやてひやて、こういった戦いだ、これが欲しかった。さあ張り手の打ち合い、何か突っ張りという感じの両国国技館にぴったりの展開になっている。さあニュートラルコーナーに詰め寄りました、まだ待っている翔亭。あーっと山田の表情が徐々に変わってまいりました、一気に好調してきた。あーっとまた何かこう、あーっと足蹴り、ダムさん、はい、ちょっと気持ちが出てますね、これ楽しいですね、胸がワクワクします、ね、あーっとまたマウントスタイル、堀田選手はあの、
逃げないでやらせてますよね、ちゃんとね。あ、本当にね、はい、あ、強烈な張り手、うー、何か本当にストリートファイトというような形になってまいりました。またマウンドサイドから今度は頭突きが、ヘッドバット、強烈なヘッドバット。当然西脇さんはね、堀田の応援をしているんだと思いますが、でもこんなラフファイトするような選手でしたっけ、なかった本当にびっくりしました、ね、あのファイアージェッツの頃は違いましたかね、一歩なんかこうやられたら引いてしまうのか、確かに宮本さん、どんどん変わってきましたね、堀田ね、やっぱり堀田ね、あの L1 トーナメントに出てね、アルティミットを経験してね、出ようというね、やっぱり自分を励ますと言いますかね、自分を鼓舞してやっぱり出て、それで結果を残したというところがね、そうですね、やっぱり今年1年のこの人の一番変わったところでしょうね、はい、さあリング外に落ちました山田、おっと、さあ手先の方を開けろと指示した堀田恵美子、思い切って投げ飛ばしていく、そして後ろからいった、さあ本部席に近いところ長坂さん、いや完璧にね顎のあたり捉えましてね、あで、あの鉄柵ちょうど赤コーナーの花道の入り口の部分にありますよね、このドアがその衝撃で吹っ飛びました、飛びましたね、あそして今度はまた違うところ、このあたりのラフファイト、堀田恵美子が勝ちました。いや三宅さん、あの先ほどからね堀田が変わったという話が出てるんですけど、もう一つ大きく変えたいのが、このかつてはオールパシフィックのベルトといえば、3WA に次いでね、みんなが欲しがったベルトだったじゃないかと、そうなんですよね、それがいつの間にか価値が下がってると、私が巻いてる限りはこの価値をどんどんと上げたいんだと、そのためにこのリターンマッチを本当はやってる場合じゃないんだよと、なるほど、ね、いうようなね気迫に満ちたコメントでしたよ。このあたりは軽く一周しておきたいというようなところでしょうかね、堀田は、はい、さあしかし今のラフファイトでちょっと山田の方も闘志に火がついた、強烈円錐、確かにこのオールパシフィックのベルトというのはかつては、まあ、赤いベルトと対照的に作られたこのオールパシフィック、この白いベルトでありますが、おっと、さあダブルアームか、逆を取った取った取ったが、これは返せないか、さあ逆に、あー完全にこのあたりは堀田が何やってんだお前というような、思わずダンプさんが拍手をしておりますが、さあダブルアーム、さあここから、あ逆にリバース持っていきました山田、このあたりは全チャンピオンの意地、そしてラリアートに行くところかわしていきました堀田、んと、さあダブルアームにもう一回持っていく、また返していく、このあたりはお互いの気持ちが空回りか、そのままいった、カウントは2つ、まあ、ベルトの価値という話が出ましたけど、ダンプさんね、はい、オープニングの話が出ましたけども、あの長与千草、はい、選手と、戦ったのはこのオールパシフィックの選手権でしたね、この両国、そうですね、はい、あの頃はどうだったでしょうね、このオールパシフィック選手権という、どんな思いで戦ってたんですか。あの自分はあんまりあのベルトが欲しいとか、うん、あそうかそうか、してなかったんで、いつでもあのこのリングで沈めよう、あなるほど、とにかく相手を潰そうと、潰そう、なるほどね、はい、そういった血が切れてますね、そして山田敏夫が膝をどうやら痛めました。さあバックを取った山田、いろんな歴史が刻み込まれているこのオールパシフィックの白いベルト、そのベルトの価値を高めたいという堀田、さあその堀田に顔面キック山田、さあその堀田の思いが、あるいはこの山田の闘志にも火をつけたか。三宅さん、はい、山田ですがね、先日後楽園ホールで、この堀田からホール復活してるんですよ、はい、でそのイメージがもうあるんでね、もうイメージトレーニングができてると、で試合の組み立てっていうのは今頭の中にあるそうです、あそうです、試合前からあそれに向けて着々と準備を進めているという段階だと思われます。なるほど、確かあれはタッグ戦でしたね。そうですね、カウントは2つ、佐々木レフリーのカウントは2つ、なんとしても取り返したい山田、そしてこのベルトを自分の自らの手で高めるんだという堀田、さあ、いかー、後ろから、そしてキック、完全に口が切れています、堀田、ふらつきながら崩れ落ちていった、さあ、ストレッチマフラーに行こうという山田敏夫でありますが、ここはキックで応酬していきます、堀田。さあ宮本さん、ここまでの両者の戦いはどんな風に見てますか。
まあ、やはり、まあまあ、堀田の方がねやっぱ積極的に攻めてる分ちょっと山田選手元気ないですね。あ、まだそうですか、時折あのね投手を表に出すような、反撃はするんですけどね、するんですかね、反発に終わって、あーっペースは堀田じゃないですかね。なるほどね、もっと流れ作りたいですね山田はね。さあ弾き落とした、ここからだ山田、どう持ってくるか、ブレインキック、最上段からのブレインキック、ジャストリートだがどうだ、ダンクアタック、完全に後頭部を捉えましたブレインキック。さあリバースゴリに行けるか、あー返せない、さっきからちょっと今ロープの上に上がった時もね体勢崩したりしたんですが、三宅さん、首のあたりサポーターがね、見えると思うんですけどね、もうこれ慢性的な首ですね。あの力が入んなのかな、はい、補強のためにテーピングしてるんですけどもね、テーピングしてますね、それがやはり影響あるみたいですね。ちょっとおかしいですよね。あーさあ後ろからこれでフィニッシュだというこの堀田選手の表情。さあどうする、一気に行くか、一気に決めるか、最上段に上がった、そのまま流れ式、そのまま放り投げるような形になりました。カウントは2つ、このリターンマッチ簡単に負けるわけにはいきません山田敏夫。さあ行くか、ピラミッドドライバーでフィニッシュだ、そんな表情を示している堀田恵美子現チャンピオン。さあ防衛戦飾ることができるか、まずはパワーボンカイヤ、これは返した、そしてキックを決めておいてもう一回、しかしこれはまだ難しい、一転してまた一転、カウントは2つ、なかなかこの辺り両者うまく一気に技を決めるわけにはいきません。さあキック、これはかわした、さあ後ろに回り込んでいくか、さあここからおバックブリーカーの形に乗ってきた、決めました、堀田恵美子、そしてそのまま強烈、決まったか、ガンドリッチ、堀田恵美子防衛なりました。オールバックに出戦してくれた堀田恵美子、年間記録の山田敏夫を返り討ち、マッチに沈めました。三宅さん、はい、完璧な EX ですね、ピラミッドドライバー EX、これをね、はい、どっかで出すと、最後の最後で出すんだと、ね、最後出すと、さあ、滞空時間の長いといいますか、じっくり溜めて、溜めて、溜めての大技でありました。さあ、見事に山田敏夫を返り討ちにしました、チャンピオンの堀田恵美子選手です、おめでとうございます。打撃戦の中で最後はやはり EX に結びつけましたね。そうですね、やっぱりレスラーですから、最後はレスラーらしくレスラーの技で取りたいなと思ってたんで、ですね、ちょっと打撃戦になっちゃったんですけど、やっぱり打撃戦の中で私はこの前場の中で誰にも負けないと思うし、それだけの、なんていうのかな、やられても耐えれるなんか力はありますから、ね、はい、で公約通りこの白いベルトを守りました。さあこれからこのベルトの価値をですね上げていこうという使命がありますが、はい、だから私にいつでもいいからみんな、ね、うちの後輩あと他の団体の人もいいからこのベルトを取りに来てください。なるほど、はい、これからも頑張ってください。見事に防衛に成功いたしました堀田恵美子チャンピオンです。荒れてる荒れてる、こんな時クチュクチュしたら痛そう。モンダミンセンシティブならお口と同じペーハーだからピリピリしないですっきり爽快。お口クチュクチュモンダミン、ピリピリしないセンシティブ。ジェームズ・ボンド。Trust me. New 007. ゴールデンアイ。選べてお得おまかせパック。引っ越しセンター。 You don't want to piss me off, darling. But she's a big star. I'm a dancer. If someone gets in your way, step on them. 愛、夢、成功を捨て、彼女が追い求めるものは、ショーガード。
ク国技館頂上伝マンデーナイトセンセーション、これからセミファイナルマッチを迎えます。さあ走って出てまいりました井上京都、いつものスタイル。今日の相手はアジャコング、本当に楽しみな一戦を迎えました。あっという間にリング上、派手なコスチュームで今リングに登場いたしました井上京子です。2年前の3月20日後楽園ホール、アジャコング対井上京子のシングルマッチはそれ以来なんと2年9ヶ月ぶりに相まみえることになります。アジャコングとそして井上京子、リング上真空に染まったこのリングの上で井上京子がじーっとアジャを待ち構えています。さあアジャコングの姿をカメラが捉えました。右手には例によってどういう感じであります。かつて井上京子のナイアガラドライバーはこのアジャコングを持ち上げることができるのか、それともこのアジャコングの裏剣が今日もうなりを上げるんでしょうか。さあシングルマッチとしては2年9ヶ月ぶりに相まみえます。シングル対決アジャコング対井上京子、アジャが今大きく吠えたところです。青コーナー175パーズ井上京都、我がコーナー230パーズアジャコング The Highest Dream と名付けられましたこの60分一本勝負、非常に楽しみな一戦を迎えました。この井上京子に対するは赤コーナーアジャコング、2年9ヶ月前3月20日後楽園ホール以来というこの両者の対決です。さあ宮本さん、これは予想が非常に難しい試合になりますがね。いやもう、もうどっちとも言えないですよね。しかしこの試合が非常に面白くなることはまず間違いないんじゃないかと思いますが、どうでしょう。いや、 やはりあの2年9ヶ月封印されてきたっていうね、その重みですよね。そうですね、うかつに対戦させたくもなかった。そうですね、やっぱり強化というのは、まあ、ポストアジアとしてですね、やはり待望論があったわけですよね。あ、なるほど。そこへしてやっぱりその封印が解かれたっていう意味でね、やっぱり強化もそういう自覚を持っているでしょうし。なるほど、2年9ヶ月前に閉じられたこの扉が今この両国で開かれました。さあこのハイエストドリーム60分一本勝負はいろんな意味合いを含んでいます。さあ今日は白いコスチューム、白っぽいコスチュームに身を包んだアジャコングでありますが、さあアジャが吠えたがセカンドロックのバックアタック、背面アタックを見せました井上京子。アジャのパワーか、それともパワーにテクニックを兼ね備えるこの井上京子か、ラリアート。いやー、この対戦は非常にこの見ていて何か震えるようなものがありますが、ラリアート、これはかわしていった。さあそして軽く身をこなしておいて DDT 井上京子です。さあ今日のゲストダンプ松本さんですかね、まあ言ってみればいわゆるヒールの上と言われたダンプさんから見れば、アジャコングというのはそのね、ラインを引き継いできた選手になりますけど、どんな風に見てますか、このアジャを。もう後ろ今だったら1頭ぐらいあの裏剣で殺せるんじゃないかっていうぐらい頑張ってますね。
さあ張り手を見せておいてロープにフタージャコングダリアとかいや出たー、ドーザブッチャーダリー地獄好きであります。あ、何かこの WWF でアランドラ・ブレイズをねかなり痛めつけて帰ってきたという話を聞いてますが、宮本さんなんかアメリカナイズされてますね感じが ね、 がね、おっとここは放送席にやってくるか、あーこれは何か、ダンプ松本さんとね今西脇美津子さんに何かご挨拶に来たというそんな感じがしないではありません。さあそして客席に投げつけましたアジャコングです。いやしかし逃げ惑うダンプ松本さんと見るのもねそうそうあることではありませんけれども、さらに逃げてましたね。その放送席を今尻目にいたしまして今度は逆サイド青コーナーサイドまで今戦いのこの舞台は移っていっているわけでありますが、おっと、お、おや、おや、おや、花道の一番奥に行った、さあ駆け込んできた人間狂気アタコングのラリアート、100キロが今10メートルは向こうから一気に飛び込んでまいりました。完全に喉元を捉えましたアジャコングのラリアート。さあ井上京子、井上京子グロッキー状態今リング上であります。さあ完全に場外での戦いはアジャコングに勝利という形になりましたが、ここでさあ持ち上げるかブレンラスターの体勢、さあ対空時間が長い、対空時間が長いブレンラスター、腰を打ちつけました井上京子。さあそしてホールに入っていきます。カウントは2つ、村山大志のカウントは2つ、じろっと睨んだアジャコング、あとはいつナイアガラを出すかという井上京子、そしてアジャコングはそれを封じていつ裏剣が飛び出すかというところだ。さあこれも対空時間長い、宮家さん、はいどうぞ。このナイアガラに関してはですね、まともに完璧な形で食らったことはアジャコングまだありません。ないね、はい、それに関しては打撃系の技はね、後頭部の打撃系の技は多く受けてるんで、怖くはないんだけれども、この2年と9ヶ月という年月が、彼女に何か変化をもたらしてた場合にちょっと怖いねと、あなるほどね、いうことは言ってましたんでね、当然2年9ヶ月経ってれば私は変わってますよアジャさんっていうところでしょうけどもね、両国の方もね、それだけがちょっと不安材料の一つだとは言ってました、はい、さあ今度はアジャコングのお返しになりました。まあこういうところがアジャのまあ執念深いところという感じがしないでもありませんが、これダムさんそうは簡単に離さないでしょう、これ離さないね、ちょっとおっと井上京子の表情に変化が見られてきた。さっきまで開いていた目が今閉じられております。リング上井上京子の表情が変わってきた。さあそしてそのままフォールに入る、一気に決めるか、カウンター2つ、確かにナイアガラドライバーをまだこの井上京子はアジャコングにしっかりとかけたことはありませんが、井上京子はしかし必ずアジャを持ち上げてみせるというふうに宣言をしています。さあ青コーナー、このコーナーポストセカンドロープ、さあ飛ぶかアジャコング、100キロが中央だった、さあカウント脱、さあそしてまたこの辺りは執念深さ、再びスリーパーホール、ちょっと西脇さんそっちから見て表情どうですか、ちょっとこちらが見づらいんですがね、そうですね、アジャはちょっと笑みを浮かべてますよ、ね、どうだという感じで何かこう獲物がじわじわっとこの力が抜けていく様を楽しんでいるかのようなアジャコングの表情です。ロープまであとまだ10センチある、ロープまで10センチ、ああまた引きずり戻されました、ああ表情が変わってきた、京子の表情が変わってきました。このハイエストドリーム、最も高いところにある夢、 3WA の赤いベルトを両者は見つめて戦っています。右足が今ようやく今ロープにつきました。やれやれという感じのこの京子、そしてアジャの表情です。
ストンピングを一発くれておいてアジャコング、ロープにゆっくりと振った。さらにセカンドロープ、背面アタックがキックが待っていた。あ、さあ決めるぞと大きく吠えましたアジャコング。さあバックを取った、バックドロップから逆に体を入れ替えました井上京子。さあそしてゆっくりと今位置を変えましたが、さあ三角飛びからのエルボー、アジャが怖いと言っていたこのエルボーです。アジャが怖いと言っていたのはこのダイビングエルボー、そしてラリアート、そしてコーナーからのフロントスープレックス。ボム系の技は怖くない、そういった技が怖いと言っていたアジャコング。おっと井上京子見失っている、ドロップキック間一髪跳ね飛ばしましたアジャコング。さあそして今度はニュートラルコーナー、セカンドロープ、トップロープまで行くか。さあ、あーっとその間に京子弾き飛ばされた井上京子、そしてアジャが飛んだミサイル、超ド級ミサイル。いやー拍手をしていたダンプ松本さんですが、あれが見たかったですか。そういうことできないんで体が低くて、あー、はい、そういえば見たことなかったですね、であまりね。ダイビングプレスはよく見ましたけどもね、落ちてくやつは見ましたけども、飛んだのはあまり見たことなかったような気がします。ちょっと言い過ぎました、一瞬今ヒヤッとしましたけども。あーっとフランケンシュタイナーはちょっとこれは難しかった、やや体勢崩れました、悔しそうに手を打った今井上京子。ゆっくりとゆっくりと立ち上がる。さあニュートラルコーナー、おっとこれは体勢入れ替えてセカンドロップ、トップロープ、あっと弾き飛ばした放送席の目の前。さあアシャがちらっと今横目でこっちを見ているぞ、何をするのか。ちょっと放送席が危ない状態になった、アシャが飛んだ、アシャが飛んだ、手を振って喜ぶバック松本。さあ今もう一回飛べという声が果たしてアジャコンに届いたかどうか。ゆっくりと髪の毛を掴んで、いやしかし今は綺麗だったよ結構ねえ。いやさあフィニッシュだ、さあフィニッシュだ、 3WA のチャンピオンベルトに挑戦するのは私だ。さあアジャコング、ゆっくりと裏剣の準備をしておりました、下なめずりをしたアジャコング、右手を突き上げた、ここだここに当てるんだ、ジャストビートが、おっとラリアート相打ち、ロープに行った、またラリアートが、おっとそのまま抑え込む、カウント2つ。しかし裏剣は1回はクリアしました、井上京子だが、さあどうする、これは雪崩式の、あるいは水車落としか、ブレンバスターか、水車落としだ、雪崩式の水車落としは、これは逆転、逆転、逆転、これは高角度の回転固めという形になりました。カウントはどうだ、2つ、ねえ、ここで攻めたいところ、井上京子、ナイアガラか、いけるか、まだ一度も持ち上げたことのない。完全な形になったことのないナイアガラドライバーにはまだいかない。まずはパワーボムがいけない、力が入ります。さあどうだ、これは重いな、この気持ちは西脇光子さんに聞かなきゃわからないでしょうからね。もう本当に重いんですよ、やっぱり相当相手に踏ん張る力をなくさないとダメだね。本当ですね、だからこそこのラリアート3連発、いい攻撃です。アシャが怖いと言っていたラリアート、ダイビングエルボーに続いてラリアート。さあもう一回いけるか、サードが上がった、サードに炸裂、カウント2つ。だってダンプさん、こういう攻撃って今度は逆に自分の体重狂気になるでしょう、これ狂気になりますねえ。いやー来たぞ来たぞ、チャンスが来たぞ、アジャを超えるか京子、大きく吠えた、右手を天高く突き上げた、さあどうだ、もう一回パワーボム、うわ右肩が上がったアジャコング、しかし完全に追い込んでいるアジャ、危うし、
を迎えた京都。9月2日ブルをナイアガラ3連発した、あの時を思い出せ。さあ上がらドライバーに行こうかというところでしたが、間一髪逃れた朝が裏剣。しかしダブルノックアウト、どちらも立ち上がらないぞ。さあ京都のそばでは高子が手を叩いている、マットを叩いているぞ。さあ起き上がれるか京都、起き上がれるか。アジャー対戦相手の向こうに赤いベルトを見つめる60分の一本勝負。さあ立ち上がった、先に立ち上がったのは井上京子だ。ラリアートか、赤子だ。2.8。 さあ、いけるか、初めてアジャコングにかけられるか。ダメだ、ラリアート、かわされた、ラケン、かわした、ラリアート、バックアウト、バックアウト、もう1回だ、あー、これはもう6発だ、投げっぱなしだ、そしてもう1回だ、3連発だ、放送席ではダンプ松本がキープアップ、どうだ、カウント。アジャコングを見るのは久しぶり。さあ今度は逆にアジャコング、アジャがふらついている、両国国技館は今京都コールが沸き起こった。赤コーナーサイド、さあもう一回コーナーポストを使う、水車落としに今度こそいけるか。生田の敵をホームに去ってきた、水車落とし、流れ式水車落とし炸裂、これでフィニッシュか。カウントは、あー左肩が上がっています。井上京子、一体どこまで続くのか、この死闘はどういう形で決着を見るのか。ゆっくり大きく息をついてセカンドロップまで上がったところ、バックやっぱなし、ジャーマン、また来るんですね。いやこれはしかしどちらが勝ってもおかしくない、ほとんどギリギリのところで戦っています。面白いですねこの試合。これはねやっぱり宮本さん、2年9ヶ月の重みがありますねこの試合は。いやもうここまでの展開もすごい試合ですよね。すごい試合です、はい、もう両者が全ての力を出し尽くしている試合だ。うわっとエルボー、どちらだ、裏剣、これもちょっとキレがなくなった。うわっと、まだこんな力が残ってたが、カウント2つ、ジャーマンスープロックスはカウント2つ。さあ来るぞ、来るぞ、ついにアジャを超えました、ついにアジャを超えた、アジャを超えた先には赤いベルトが見えます、井上京子。いやーダンサー、これは面白かった、これはすごい試合だったね、はい、それは両方ともしかし力出し切ったでしょう、はい、西脇さんも手を叩いてね、京子頑張りましたね、すごいいい試合でしたね、綺麗に決まりましたね、本当に。いやーにっこり笑っています井上京子。いやー勝った京子、マイクを持っています。アジャさん始まりましたね、
絶対次の試合の勝者から赤いベルト取ってきて、次は赤いベルト勝負。私は WWF のベルト来年持ってくるから2冠勝負。なんとアジャコング、俺は WWF のチャンピオンベルト、あのメドゥーサ、アランドラ・ブレイスから取ってくるから、お前はこの後の赤いベルトを取ってこいという、山本さん。そうですね、来年1月のですね、ロイヤルダンプ大会で、アジャがブレイスに挑戦することが決まってますからね、はい、もうその夢は本当に叶えてほしいですね。そうですね、はい、さあ WWF と、そして 3WA のチャンピオンベルト、その2冠をかけた戦いというのも夢の中で広がっていきます。素晴らしい試合でした。アジャコング対井上京子、京子がアジャを下しています。井上京子選手がこちらにやってきてくれました。お疲れ様でした。ありがとうございました。この勝利は大きいね。大きいですね。いや、きつかったです、うん、本当に。いや、あのね、夢で見たんですよ。いい夢なんだっけ、うん、いい夢は人に話さない方がいいんですよね、うん、で、勝つ夢を見たんですよ。なんか話さなかったんですよ、ね、まさ夢になったじゃないですか、はい、いや、でもこの2年9ヶ月どんな2年9ヶ月でした？そうですね、とにかく本当にね、トヨタさんとかもライバルだと自分は思ってたりするんですけど、うん、やっぱ最終的にはね、でかくてもう動きもすごいね、シトさん、アジャさんっていうのをすごい目標で、やっぱり本当トップだと思ってるんで、うん、倒すことで自分の体を大きくすること、まあ、成長しすぎちゃったんですけどを考えてたんですごい、うん、今日は。でも今日は勝ったんですけど、本当勝負は時の運っていつも言ってるんですけど、今から始まりだと思うんで、これからシングルでまたどんどん当たることがあるんですけど、またなんか、うん、頑張ろうかなって思ってきました、うん、なんか興奮がね、冷めない感じですけども、はい、大きな大きな約束しちゃいましたね、最後に。なんか私がベルト取ってからにしてよね、まだそれもまだ、うん、でも人さんも多分ベルト持ち帰ってくると思うんで、自分も、うん、頑張りたいと思います、はいはい、そのね、目の先には赤いベルトがずっとありますね、はい、頑張ってください、はい、どうもありがとうございます。期待してます。ジェームズ・ボンド。ゴールデンアイ。嘘つきダイヤモンド。いつまでもテレビ見てんじゃねえよ。今何時だと思ってんだよ。もうピザーラ終わっちゃったじゃねえかよ。どうすんだよ。俺は毎月20枚は食べてるぜ。あ、ごめん、ちょっと借りてる。できるのか。変わったんだよね。買っちまったよな。 Windows 95搭載 FMV 富士通のお店。ジンジンジングルメルジンジンジングルメルメリークリスマス。ジン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 グルメルジンジンジングルメルメリークリスマス。ジンジンジン、何でもミックス、サントリーアイスジン。いよいよこの時がやってまいりました。 3WA 世界シングル選手権試合、果たして他団体に流れた前女の至宝、前女の宝、あの赤いベルトを果たしてこの豊川は取り返すことができるんでしょうか。アジャが敗れ、タカトが負けた今、前女の切り札、この最後の一枚はこの豊田学ということになるのかもしれません。この最後の BWA 世界シングル選手権試合、チャレンジャーに選ばれたのは豊田学です。
驚くこの独特の笑い声。そう、ダイナマイト関西がこの全女のリングに再び帰ってきます。ダイナマイト関西全女のリング、アジャを切らし赤いベルトを奪い去っていった AWC ダイナマイト関西。その関西が今この両国国技館に姿を見せます。しっかりと抱きしめた赤いベルト、果たしてこのベルトを関西はこのまま持って年を越すのか。注目の一戦が今始まろうとしています。ダイナマイト関西が今リング上、続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。女子プロレスラーになったものならば一度は巻きたいと憧れるこの真紅のベルト、 3WA 世界シングルチャンピオンのベルトです。さあ氏家リングアナウンサー両選手の紹介です。本日の返還ベルト水天世界シングル選手権のぎりくん一本勝負を行います。青コーナー挑戦者全日本女子プロレス100のぎりくんのトヨタナナギ、赤コーナー190パンのダイナマイト関西。早くも睨み合いが始まりました。 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負。これまで 3WA タッグの王座をかけて三度死闘を繰り広げてまいりましたが、初めてのシングル対決となります。ダイナマイト関西か、それともトヨタマナミか。赤いベルトとそしてプライドをかけた2人の戦い、今握手をしてきれいに両コーナーに分かれました。さあ睨み合います両者。赤いベルトをかけた戦いには普通の戦いとは違った重みがあります。あっといきなり飛び込んでいったナックルパート。さあロープに振るか、振られた、逆に振った関西、ドロップキックラリアートは許さない。そしてもう1回だ、わあ低空飛行のドロップキック。ああどうだ、ここは全女のリング雄たけびを上げた豊田真奈美、飛ぶか、早くも飛んだか、トップロープ片足だが、これは読んでいました関西。まさに百戦錬磨ダイナマイト関西、トヨタマナミの動きを読み切っています。さあダンプさん、はい、やっぱりこの 3WA のね、はい、赤いベルトっていうのはみんなが憧れるものでしょう。これはそうですね、やっぱり戦い方一つにしても気持ちの持ち方一つにしても 3WA 世界選手権試合というのは違うものですか。あ、自分ですか。自分はプロレスやってる時はベルト目標じゃなかったんで、あんまり感じ気にしなかったんですけど、でも他の選手から話聞くと全然やっぱり違うみたいですね。西脇さんはどうでした。そうですね、やっぱ雰囲気も変わります、ね、強烈顔面、はい、会場の雰囲気もなんか変わりますよね。違うしね、でも他の団体には持っていかれてほしくないです。絶対にやっぱりそうですよね、はい、あの三宅さん、はい、このリングに出てくる直前花道の一番奥でね、ダイナマイト関西が壁に向かって微動だにしないで
歴史の表情で睨みつけてましたね。集中してましたか、それが今スパークしてますね。そうですね。さあこのスリーパーは厳しいぞ。このスリーパー厳しいぞ。頸動脈のあたりしっかりとかかっている。さあ同時目スリーパーになっている。どうだ、動けないか。トヨタ危ない、トヨタ危ない。さあこの表情、目を閉じた、閉じるな。トヨタマナミが目を閉じた。リング下には JWP の面々もじっとこのリング上を見つめています。さあ届くか、思いは届くか、左手は届くか。さあ足を伸ばす、モールをシットした錦の中でロープに向かって足を伸ばすが、その足が今ダランと落ちた。力をなくした。危ない危ない、ようやくかかった。左足がようやくサードロープにかかりました。完全にここまでは他団体として初めての 3WA 世界シングルチャンピオンになったダイナマイト関西ペースで進められています。さあニュートラルコーナーラリアート、ここは前女のリング。やはりトヨタがやられている時は一瞬静まり返るが、その静まり返った子を呼び起こすかのようなラリアート関西。8月30日に奪ったベルト、すでに3ヶ月巻き続けている。渡してなるか、渾身のラリアートかわした。ジャーマンスープレックスフォーダ、カウント2つ。ようやく出たトヨタマナミ、ジャーマンが出た。見事なアーチをかけた。さあその後は今度はテイクヒット、側頭部への低空飛行ドロップキック。ラリアートが危ない。一瞬流れは変わったかに見えたが、再び流れを引き戻す関西。トヨタマナミまだ流れが作れません。トヨタマナミ赤いベルトは遠いのか。バックを取った、バックドロップ。しかしわずかに体勢を切り替えた。いやしかし西脇さん、はい、トヨタもいろんなことやってるんですよね。そうですね、やっぱテクニシャンですね。テクニシャンだよね。いろんなことしながら流れを変えようと思っている。サードダウン、これもダメ、これもダメ。決まるか、決まるか。危ない。何をやっても弾き返される関西。ゆっくりとニュートラルコーナー、トップロープ駆け寄った。張り手、張り手、トヨタこの攻撃を受けたら危ない。一旦降りた。あーまたキック。さあここは一旦このトップロープからの攻撃は諦めました関西。おっと、早くもフィニッシュに行くぜという表情を見せましたが、さあバックを取った。エルボーだがちょっとまだその攻撃に力がありませんトヨタ。おー出た出た、なんという技でしょう。トップロープから回転エビ固め。これはしかし、後ろから忍び寄る、忍び寄った関西。さあそして逆にチャンピオンサイド、チャンピオンコーナー、赤コーナーポストに上がったところ、下からキック落とした。さあ行け、さあ行け、トヨタ宙を舞うか、宙を舞った。キック炸裂、高角度、鋭角的に入りました。全ての体重をこのキックにかけた、全ての思いをこのミサイルにかけましたトヨタ。いやもうダンプさんが大喜びでありますが、大喜び、これでちょっと流れ変わるかもしれませんね、はい、チャンスを迎えましたトヨタ。流れを変えたか、あのミサイル一発で、あるいは流れが変わったか。さあどうする、ボディースラムだ。そして当然出てくるのはムーンサルトか。出たムーンサルト、完全に捉えた。おっと1回じゃ効かない。ダイナマイト関西に1回では失礼というものだ。2回目、そしてそのままポールに入る。カウントは2つ。右肩を上げました前女の切り札、今年最後の切り札トヨタマナミ。
でにこの前の試合で勝てばおそらく井上恭子がその勝者と対戦する形になると思いますが、ジャパニーズオーシャンサイクロンに果たして入れるのか。やっぱり宮本さん、ちょっとまだ早いんじゃないかなという気がしますが、どうでしょうね。そうですね、かなりね、ダメージを与えてるんですけども、やはり関西もそう簡単にね、食いませんよね。まだ食いませんね。さあ、顔面のキックで再び流れを引き戻した関西だ。おととしの12月、この両国で相まみえて以来という関西トヨタ、あの時はタッグ対決。さあ、初めてのシングル対決、関西とトヨタ。おっと、これはダウンだ、ダウンだ。さあ、カウントを取られています。カウントはカウント7。リーダーコースの面々が声を枯らしてトヨタに今大きな声をかけていたが、その声が届いたか。ラリアートかわした、もう一回いった、キックもかわした。ラリアートバックを取られた、バックドロップ、超広角のバックドロップ。カウントは2つ。フリーダムコースが熱い視線を送っているが、フリーダムコースだけじゃない、前所の選手全てが、 OG 全てが、そしてこの国技館を埋め尽くした前所のファン全てがトヨタの勝利を願っているが、それを打ち砕くかのような、出るのか出るのか、体勢は崩れた、体勢は崩れた。今トップロープをうまく利用しました、トップロープに足が届いた。トヨタの思いがトップロープに足を届かせました。これで体勢が崩れた。さあ、このスプラッシュマウンテンを絶対に食っちゃいけない。さあ、カウントが、あっとカウントは2つ。赤いベルトを、赤いベルトをどうしても巻きたい2人。やはり赤いベルトを巻くためにはそう簡単な戦いでは巻くことができません。それを証明している。今日の試合だ。さあ、今のはダイハード関西に行こうというところ。さあ、そしてミサイル後頭部、後頭部へミサイル、逃げようとした関西の後頭部を捉えた。ガンと2つ。ボブ矢沢の右手はもうマットの10センチのところで止まっています。さあ、そしてもう一回いけるか。さあ、うわ、ジャパニーズオーシャンにはいけない。ジャパニーズオーシャンに入ろうというところですが、これもいけない。キックを見舞った。もう一回顔面、もう一回顔面。さあ、お互いにダメージが大きくなってきました。一気に攻められないダイナマイト関西。しかし、それ以上にダメージが大きいトヨタは立ち上がることができません。さあ、朦朧としながらゆっくりと先に立ち上がったのは関西。赤いベルトの防衛なるか。ロープを振った、振り返した、ジャパニーズオーシャンスープレックス。さあ、どうだ、カウント2つ。さあ、いくか、さあ、いけるか。カウント3だと叫んでいるトヨタ。さあ、いく、トヨタマナミがフィニッシュに向かう。今ならかかるかもしれないジャパニーズオーシャンサイクロン、今ならかかる、今ならいける。さあ、いった、決まった、ジャパニーズオーシャンサイクロン。この決め技でも関西は倒れない、この決め技でも関西は倒れない。もう一回か、もう一回か、何度でも打て、何ででもやれ。もうこれしかありません。ジャパニーズオーシャンの連発バックだ。おっと、足を払った。そして顔面キック。ジャパニーズオーシャンサイクロンを食った関西。さすが関西、一発だけでは致命傷にならず、逆にキック攻撃。すでに20分を経過しています。この死闘60分の一本勝負、 3WA 世界シングル選手権試合、いよいよフィナーレになるのか。さあ、完全にこれはかかった、完全にかかった、網にかかった。トヨタマナミ危うし、トヨタマナミ危うし。さあ、スプラッシュマウンテンが今刺さりました。バンジークースタート。本能だけで右肩が上がった、まさにそんな感じです。リング上、トヨタマナミ
完全に食らいました。スプラッシュマウンテン、トヨタコールが脇を取っています。ここは全自動リングだ。さあ立ち上がれトヨタ、ダイナマイト関西もそれを望んでいる。さあそしてまたもキック、もう一発。これ宮本さんね、ジャパニーズオーシャンサイクロンで決められませんでしたねトヨタが。そう今、まあ、あの関西もスプラッシュで ね、決められなかった。お互いが自分の持ち合わせで決められなかった。さあまたまたダウンです。あ、立ち上がったトヨタ。これこうなりますと宮本さん、どういう形になりますかね最後は。トヨタもね、あの顔面かなり浴びてますからね、かなり浴びてる。さあやった、畳み込んだ、どうだどうだ。これがトヨタ、一瞬の隙を突く前女一のテクニシャン、このトヨタ学びのテクニック。しかし関西のパワーにはまだ通じないのか。あ、また顔面です。あまりこれを受けているとまた顔面。あ、もうダンプさんも何か悲鳴を上げてますが、これは嫌ですよね、この顔面キックはね。自分は顔で打ってるんで困りますよね。思わず言葉を失ってしまうようなコメントであります。さあセカンドロープからトップロープへ、またも網にかかったトヨタマナミ。さあこうなるとダイハード関西が出るぞ。流れ式のスプラッシュマウンテンか。さあこれを切っちゃダメだ、これを切ったらダメだトヨタ。しかしわーっと崩れた。決着、トヨタマナミが今赤いベルトを取り返しました。まさに今座布団が舞うというような状況でありますが、宮本さん、最後はダイハード関西崩れましたよね。そうですね、ダイハード関西の体勢に持ってったんですけどもね、まあ、トヨタ君は上からなんか足を引っ掛けるようにして落としましたよね。そうですね、このままもうエビ固め、ほんと一瞬のね、逆転劇でしたよね。あれはあそこからの今の落ち方がちょうど形が良かったですね、関西に。そうですね、ちょうど頭打ったんじゃないでしょうかね。もう完全に関西は決めに入ってました。そこに一瞬の隙があった、その隙をついたトヨタ。これでも宮本さん、トヨタも最後これギリギリのところでしょう。もうあれだけね、顔面を本当に何発浴びたかわからないですよね。あれだけもうパンチ浴びたのと一緒ですからね。そうですよね、かなり意識もちょっと大変だと思いますよ。もうない、今もちょっと目を閉じてますが、それにも増して今放心状態になっているこのダイナマイト関西。8月30日にアジャから奪って以来守り続けておりました赤いベルトが今自分の腰から振り抜けていってしまいました。キューティー鈴木がそれを今健闘を称えるというような熱い抱擁を見せておりますけれども、関西にとっても悔しいこの敗戦。そしてトヨタマナミには今この勝利というものが果たして今認識できているでしょうか。ゆっくりと関西が今リングを後にします。関西がリングを後にします。ベルトを失った関西が今両国のこのリングを後にいたしました。さあ立ち上がることができません。しかし魔法かたなき勝者トヨタマナミに今認定証が読まれています。上田晋司コミッショナー、そして腰には今真紅のベルトが巻かれました。全日本女子のこの選手の腰に今赤いベルトが戻ってきました。ダムさん、はい、やっぱ嬉しいね。嬉しいですね、もう自分は信じてましたけどね、絶対トヨタは負けない。向こうが岩だったら水になればいい。あー、なるほど、はい、あ、岩を砕きますからね。岩は水だと砕きます。なるほどね、うまいこと言いますね、はい、いやー、しかしながらこれは本当によくやった。
トヨタについて西脇さん、はい、ちょっと褒めてあげてくださいよ。もう本当にあの自信は本物でしたね。はい、いくつ下でしたっけ西脇、自分よりは2年3年下ですね。あーそうか、2年下です、ね、62年組だからそうです2年下ですよね、はい、ここまで今大きくなって赤いベルトを巻いたね、また再びこのベルトを取り返したトヨタ、大きく見えますね何かね、素晴らしいと思います。はい、さあそのトヨタ真波選手インタビュールームにそろそろついていこうではないかと思います。さあ長坂アナウンサーインタビューよろしくお願いします。はい、ようやくですねという形でトヨタ真波選手がこちらに来てくれました。本当にギリギリの勝利というふうに見えましたけれども。そうですね、もうやっとベルトが全然に帰ってきました。もう皆さんもう待たせちゃったんで、もうこのままね、このままじゃ本当年越せないと思ったし、本当良かったですかって。もう今しっかりとね赤いベルト巻いてますけれども、はい、どんな感触ですか。もう何とも言えない気持ちですね本当に、うん、最後あれ何がどうなって勝ったっていうのは分かってます。あ、分かってないですね本当に。もうスリー入った瞬間でもなんか無意識ですじゃないんですかあれは。はあ、痛い痛い。その東京はね顔も蹴られました。その中でもう本当に覚えてないですから全然。掴んだ、さあこのベルト。もうねすぐ前は取られちゃったけど、もうこのままね防衛記録を伸ばしてね、もうどんな相手だろうとチャンピオンらしく立ち向かっていこうと思います。これから大変ですけど、はい、はい、頑張ります。頑張ってください、来年に向けて本当に頑張ってください、はい、ありがとうございます。こちらからは以上です。ということで今年最後の全日本女子の切り札トヨタが赤いベルトを取り返してくれましたが、宮本さん、はい、これでですね井上京子がこの前の試合で勝ってますよね、はい、これはやっぱりトヨタ京子という形になるんでしょうかね来年は。いや、もう今年から、もうとにかくトヨタ京子そしてアジアというこの3人がね、本当にこう動かしてきたわけですから、はい、来年はまたその今度は本当にトヨタ京子ということになっていくんですかね、対戦がまずねあるでしょうね、アジアはアメリカの方へ WWF の目を向いているようですからね、はいはいはい、そういう形になってまた新たな展開をおそらく来年の女子プロレスは迎えてくるんだと思います。さあというわけで、ダンプさん、はい、そして西脇さんね、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、また来年このね解説席に来てくださることをお待ちしております、はい、はい、お願いします。ということで今年の全日本女子プロレス中継この放送が最後ということになりました、皆さん良い年をお迎えください。そして96年また新しい全日本女子のリングでお会いいたしましょう。さよなら。